レアルアカデミア・エスパニョーラは、スペインの国立言語アカデミーである。スペイン王立アカデミーや、王立スペイン学士院とも訳される。スペイン本国のみならず、中南米諸国でも幅広く使われている、スペイン語の標準を規定している組織として、スペイン語圏で最も権威の高い辞書の発行に加え文法や、聖書法などを規定し、コーパスやスペイン語の質問への回答など情報を、 提供している。1700年に、スペインブルボーン朝が成立すると、中央集権国家体制を進める中でスペイン語が、スペイン唯一の公用語に制定され、公文書などでの地域語の使用が禁じられた。フランスのアカデミーフランセーズに習って、ビリエーナ公爵、JM フェルナンデス・パチェコが起草し、フェリペ五世の直令によって創設された。設立時には、リンピア、フィホ、 ワイライスプレンドールという標語が掲げられ、スペイン語の純粋性と優雅性を培い、定着させることが目的に定められた。当初は知識人の定例会に過ぎなかったが、1754年にはフェルナンド6世によって本部が王立法殿に移され、1793年にはカルロス4世によって、球場流種栓培局の建物が与えられると、1894年には、 プラド美術館に隣接する現在の建物に移った。18世紀には模範辞典、聖書法、文法などを次々と刊行した。当時の大学ではラテン語が使用されていたが、18世紀にラテン語からスペイン語への移行が進んだ。大学での教育はラテン語からスペイン語に切り替えられ、王立アカデミーによる文法を基範とするスペイン語が初等教育を含めた。 教育語に採用された1751年には大学の講義をラテン語で行うことを遵守するようにというお令が出されているが、1768年には初等教育、ラテン語、修辞学の教育をスペイン語で行うとする直例が出されている。1780年にはスペイン全国の学校でレアルアカデミアエスパニョーラによる文法書を用いて、 初等教育を行うことが定められた。18世紀末時点での6歳から12歳の就学率は23%程度だったが、スペイン語が国家語としての地位を確立した。19世紀には南アメリカのスペイン語圏諸国でも相次いで言語アカデミーが設立された。レアルアカデミアエスパニオーラは長らく言語名としてカステラーノを用いていたが、20世紀になって、 エスパニョールに変更した。1951年にはメキシコで第1回スペイン語アカデミー国際大会が開催され、スペイン語圏諸国、アメリカ合衆国、フィリピンによるスペイン語アカデミー協会が設立されている。スペイン語アカデミー協会の本部は、レアルアカデミアエスパニョーラの本部と同じ建物にある。なお、 各地域語の保護や発展を目的とした言語アカデミーとして1902年にガリシア語アカデミーが1907年にカタルーニャ研究院が1918年にはエウスカルツアインディアが設立されている20世紀末以降にもスペイン語聖書法やスペイン語辞典を刊行したこれらレアルアカデミアエスパニオーラの出版物はスペイン語圏諸国に広く普及している スペイン語記述文法のように、スペイン語研究者を対象とした出版ものもあるが、その多くは一般家庭で好評を博している。2010年には各国のアカデミーと協力して、アカデミーアメリカ大陸スペイン語辞典を観光した。出典、スペイン文化辞典最もよく知られた、レアルアカデミアエスパニョーラの観光物は、スペイン語辞典である。1780年の初版は、 簡易な使用のため一貫に宿約したカスティーリャ語辞典という長大な署名を持っていたが、1783年刊行の第2版からカスティーリャ語辞典という単純な名称となった。1803年の第4版からは CH と LL が一文字素として独立の見出し項目となり、通常のアルファベット26文字に CH、LL、 を加えた29文字がスペイン語のアルファベットとされた。スペイン帝国成立後の16世紀頃には、言語名をカステラーノではなくエスパニョーラと呼ぶことが一般化していたが、アカデミーはカスティーリア語辞典という名称を使い続けていた。1925年刊行の第15版で、スペイン語辞典、ディエックスヨナーヨデラレングにエスパニョーラに変更された。 1992年刊行の第21版は多くのラテンアメリカ語法が採用され、アカデミーがスペイン語圏全体に目を向けるようになった版として注目を集めた。スペインがヨーロッパ共同体に加盟するなどの情勢の変化もあり、1994年のアカデミー内の会議で29文字をスペイン語のアルファベットとする監修を廃止することが定められ、 2001年刊行の第22版からは、アルファベット26文字に、を加えた27文字が、見出し項目となっている。ありがとうございます。